ベンデル、あるいはベンデルイは、ドニエストル川西岸の都市である。国際的には、モルドバ共和国の一部とみなされているが、事実上同国から独立しているソイドニエストル共和国の実効支配下にある。ソイドニエストル共和国の支配地域も含めた、モルドバの領土の中では、4番目に人口が多く、2004年の時点で9万7 2 7人の人口を有する。 ティギナという衣装も多く使われている。1992年のトランスニストリア戦争以降は法的には中立非武装地帯に入るが行政的にはソイドニエストル共和国の支配下にある。ロシア連邦、モルドバ、ゾイドニエストルからなる平和維持部隊が駐屯している。ベンデルの風景を描いたきって1408年のコスラブ語の文献に名前が出てくる。 モルダビアの通商路となり、クリミア半島からの税関も置かれる。モルドバ公国のシュテファン三世はタタールからの攻撃に備える砦を建設する。1538年、オスマン帝国のスレーマン一世がこの地を征服。モルダビア側ではティギナと呼ばれていた、この町をオスマン帝国はベンデルと解消する。は要塞に拡大され。 オスマン帝国の支配下まで 10km という戦略上の重要性から何度も激戦が行われた。ありがとうございます。